ウルコ館でございます。検査はですね、はい、無事に一発で受かりましたね。まあ、整備してあるんでそんなにね、これこのままやったらここに落ちちゃう、ちゃんと入んないですね。作りが良くないですね。すげえ邪魔なんですよ。これがまず邪魔で、これがなければこれだけパラッと外れるんですけど、これも下げられるかな。あ、これが上に当たっちゃってるんだ、俺がね、動かないんだよね、だからね、はい、非常にね、これちょっとね、やりづらいんですよ、うん、だから、これちょっとずらしてね、こんな感じでね、はい、ちょっとこう、行かないようにして、で、下をちゃんと奥に入るようにしてこれでどうかな。危ないこれでもギリギリダメか。あ、ダメっすね。このままやったらみんなここに壊れにかかっちゃう。だから段ボールだなと置いてそれ作ってやるから、ね、分かりきってることをやればうまいことね、動画でできるんですけど、毎回こんなことになっちゃってどうしようもなくなっちゃうんですよね。とりあえずこれをどかしますか。で、これを刺して入るかな。うわ、はい、はい、こっちをやって、これで緩めるね。はい、外したのはまあいいけど、外した後につけるのがすごい大変なんじゃないかな。よっ、よいしょ。で、で、これ抜けるか。とにかくこれが抜ければ、もうちょっと抜けてるんだ。もうこれはもう外すね。で、あれを持ってきて、ね、ちょっともうちょっと抜けて、気持ちを上にして、で。やべ、外側に行っちゃってんの。むずいね。結構出ますね。あれです、うちの動画はですね、ハウツーものじゃないので、いわゆるやり方をね、こう見て学ぶような動画じゃございません、はい。ですので、例えばね、手元が映ってないとかね、そう、話なんかいいから手元映せよっていう、あのアドレスボイ120のリアタイヤ交換をしている動画になんかコメントがありましたが、残念、それはできないなってコメント返すと、なんだこの野郎ってなっちゃうと困っちゃうでしょ。だからそういうコメントには返さないですけど、ね、大人としては大変申し訳ございません、次回は、そういうできるように頑張りますと、貴重なご意見ありがとうございますと、そういうふうにできるほど大人じゃないんで、ね、で、ああいう親しみを込めて言ってくれてるのか、ね、それとも単に本当にこうなんだよって思ってやって打ってるのかによって、ね、対応が違いますよね。そう思ってまともに思ってるとね、そういうふうに本当にそう思ってんだったらまずいですからね、変なもの返せないでしょ。でかといってね、それはできないななんて言って、ね、冗談で通用しないとなっちゃう。マグネットついてるんですけど、もうほとんどついてないですね、スライチとかね、はい、そういう感じですね。でこれいつまで出るの、これいつまで出るんですかね。ずっと見たら嫌ですよ、押さえてるの。こっちはこっちでどうするんだけどね。危ない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 。よし、オッケー。使えんじゃないのっていうね、見方もあるんですけど。であとね、ここがアルミなんですよ。だから
12画とかでやると場合によってはなめやね。でも六角だから、あと結局大きいんで24ミリっていうね。そうするとそういうソケットを持っていないと、じゃあどうするかというとモンキーレンチとかね、そういうんでやると、まあ、舐めますよね。でダメにしちゃうね。柔らかいからなおさらですよね。よし、そしたらバッシャーが、はい、そうしましたらもういいかな。はい、新しいワッシャーね。で、ね、古いワッシャーはすごいクローズですね。で、ね、場所がね、良くないんですよ、ちょうどフレームを走ってて。で、24とかになるとメガネレンチだとストレートってあんまないですよね。ストレートだと24ぐらいまであります。完全にはメガネでこういうタイプね、まあ、ここがストレートになってるやつ、はい、あんまりないですよ。どちらかというと45度ぐらいこうオフセットしてるやつ、こうやって少しちょっとだけね。でそれだとここ入れられないんですよ。フレームがちょうどフレームが邪魔なんですよ、逆向きは逆向きでね入らないしね。そうなるとやっぱりこうソケットになっちゃうんですね、ソケットね、はい、で少し下の方からやる。そうするとそういう工具を持ってないと難儀するんですよね。あとやっぱり振り幅がもうやっぱりこう上から入れようと限られちゃうんで難しいですよね。だからモンキーレンチは舐めやすいからおすすめできないんですけど、例えばプライヤーレンチ使えばこれ舐めずに緩めたり締めたりすることができると思うんですよ。ただ場所が狭いんでね、振り幅とかがあるんで、こう顎曲がってるでしょ、かけてこう回すスペースがあればいいんですけどね、ないとできないんで、やっぱり結局やっぱいろんな工具持ってなきゃダメだと思うんですよね。ただプライヤーレンチは役に立ちますね。ダウンタウンとかのステムナット、あれはね八角なんですよ。八角だから持ってないじゃない、そんな工具。プライヤーレンチだったらあれ挟んで、で力入れればいるほど締まるんで、あれだったら緩めることができます。ただ規定努力で締めるっていうのはできないけどね、分かんないからね。だいたいこんな感じかなっていう、あれになりますけど、ね、特殊工具貸してくれるんですけど、あのキムコさんでね、はい、まあ、貸してはくれるんですけど、やっぱりねクレーム処理の場合はタダで貸してくれるけど、そうじゃない場合はどうなんですかね、分かんないですけどね。買うとね結構やっぱり高いからね、しょっちゅう使う。そんなしょっちゅうねダウンタウンとかね KXCT とかね、ああいうののステンベアリングもしょっちゅうやりたくないですよね。そんなことを言うんじゃないよ、お金貸す、ちゃんといい状態に、いろんなね、あの傷んでるバイクをいい状態にしてあげるのがね整備士のバイク屋の役目じゃないのかい、そんなことを思う方もいるかもしれません。さあそんな、話をしてね、そういうこと言ってると話なんかいいから、話なんかいいからあのどうのこうって言われちゃう。中にはね、その話がいいんだよっていうふうに言ってくださる方もね、そういう稀有な方もいらっしゃる。あれ、いやコメントとかも難しいじゃないですか。ああいう文章でしょ、文章で言うでしょ、表現とかね、なんか難しいですよね。そうだよね、おかしいね。ね、これギリギリな、かかってない。ですね。これじゃ足んないです。ダメです。これぐらいないとダメ。ほんのちょっとなんだけどね。ギリギリかからないんだよ。こんな違う。全然違う。いや、トルクレンチなんか作らせてください。
別にちょっとずつしかなくてもいいんですけど、こんな感じです。そしたらあとはオイルを入れて、あ、戻す、戻さないから、オイル入れて、とりあえずあとバッテリーか、そうか、バッテリーの液量を見てほしいって言われたから、これ外さないからね、カバー外して電気減ってたら補充してね、まあまあせっかく開けるんだから補充でもして、あ、それこれあれだ、アクセサリーソケットから充電できるから補充でいかない、あ、わざわざ外す必要ない、よし、今日はね、陸自で前の自分の前受けてる人が多分ユーザーの方なんですね、ユーザー車検っていうのは、いわゆる業者じゃなくて、ユーザーの方がね受けてるみたいで、検査員の方がねついてやられてたんですけど、でほらヘッドライトね工事区があるじゃないですか、で手前の部屋で、向こうの、最後ハンコもらうところありますよね、でそこじゃなくてその手前の方に、検査台の手前の方にも部屋があって、あれ二輪のところにしかないかな、見られるんですよ、いわゆるブレーキだとかそのずっと表示されてるんですよ、であれでもどこでもあるわけじゃないよな、で親切な検査員の方だとちょっと下だねとか言ってくれ言ってくれるんですよ、そうそう言ってくれるんですよ、でやっぱりね、ほら、やられてたんです、受けられたんです、それついてて、ね、でヘッドライトのところに来たら、手前の部屋にね、こう来てね、で、そしたら、ヘッドライトかなりね、右上だった、上はなんとかなとは、かなり右上見てたんで、で、多分検査員の方がね、そのまま来て、で1回目、どうしてもバツになっちゃうでしょ、で、2回目、かなり右なんで、ちょっと左にっていうような感じでね、やられて、多分親切な方もいらっしゃるんですよ。ダメ？それじゃダメなの？わかんない。で右ね。で左にちょっとこう。いや、でほら動かしてるから見えるんだけど、動いてるんだけど、あとちょっと当たんでね。足んないの。あと少しなんですよ。だからね、残念。若干右下にすれば、左下に向けてあげれば、普通にあれ通りますよ。まあそんな余計なことですね。で私の時は、もうね、まあ多分まあ、見れば分かるのかも、まあ、なんか、これは、この人あれだねっつって、素人じゃないねっつって、ただね、ヘッドライトのところは、やっぱりこう、見てるみたいで、そしたら、見て、すぐもう、あさっての方向も言ってたから、あ、これ大丈夫なんだなと、やっぱり合格でした。はい、やっぱり、いい悪いはちょっと別として、ね、ちょっと親切な方がいらっしゃるんですよ。やっぱりね、そう助かりますよね。だから明らかにね、ずれちゃってるからダメですけど、これ乗る人とかによってもちょっと変わるじゃないですか、オートバイの場合、ね、体重かけるだけでも変わるしね、そういう兼ね合いからやっぱりね、そうやってちょっとやっていただけると助かるんですよ。このね、杓子定規でね、私が乗って受けてるけど、実際に乗って運転する方とは違うわけじゃないですか、ね、体重も違うし、背丈も違う、体重が違ったら、ね、実際に乗ってる人では合ってないってことになっちゃうんですね。エンジンガードとアンダーガードと共締めなんですよね。KX で230。新しいですね。
あ、入ってない。あ、入ってる。前を立ちました。これほら、ユーザー作業の代行で、後整理でね、うん、うちはできないから、言われました、うん、ちゃんと整備したら記録をつけてくださいって、あの窓口で言われました、最初のところ、受付で、真面目な人だな。まあこれ、一応整備してますからね。販売するときも見てるし、だからな。ただね、まあ、点検っていうのがね、どういう難しいんですけど、整理っていうのね。とりあえずオイル OK。あと入れて、なんかもうこれで終わりみたいな。あとこれ、これしかない。入れなくてももうこれで終わりみたいな。ちょっとね、十分やったみたいな感じですよ。本当はいわゆる整備ってほら、例えば安全運転っていうことをね、いわゆるそういうのもあると思うんですけど、結局今はほら排ガス規制、排ガスがどうだとかそういうのがあるので、そういうのをちゃんとしてるかっていうのもね、まあ見るわけですよね、うん、で、このオートバイに関しては、まあ、排ガス見ましたけど、 あそこでね、ほら見られるんで、陸地のね、あの検査で見られるんで、そしたら、まあ、ほとんど出てないです、CO も HC もね、さすが PM です。あとオイル入れて、あとバッテリーか、これね、これ外さないからね、これ外して、あと難しいな、ずらっと、あれこれどうでしたっけ、バッテリーここなんですけど、なんで MF を使わないのかな。これの後の車両で G650 なんとかってあるじゃないですか、ね、GS とか GS だか、セルタオでしたっけ、あれも確か開放バッテリーなんですよ。新しい車両なのにね、変わってますよね。さて今ね、余計なことを話してるとまた怒られますので、そろそろ終わりにしたいと思います。はい、環境を保つっていうね、それは環境にもっていう、そういう目的もあるんだと思うんですよね。はい、で、まあ、本来は多分ですけど、これは私のね勝手な感じてるあれですけど、陸地の検査連っていうのはちゃんと整備がちゃんとできてて、要はもうそこでそれは最終的にちゃんとあの国の基準を満たしてる、もう満たす状態になっている車両をただ検査するだけ、うん、そういう意味合いなんだろうなっていうのはあるんですよ。だから行き当たりばったりで、あそこでとりあえず、あ、なんでダメか、じゃあそれ直せばいいやっていう、まあそれもね一つのあれなんですけど、多分そういうあれなんじゃないんだろうなってね感じるんですけど、どう思います？まあ、あのいわゆる車検制度がなくなっちゃうと、おそらくまあ整備しないで乗る車両がいっぱい増えるんだろうなとかね、まあそれによってそういう、まあ、排ガス云々の問題もありますね。環境の対するあれもありますしね、まあ、あと整備不良によるね、なんかトラブルだとか、まあ、最悪ね事故だとかそういうのも、起きるのかなとかね、まあこと細かいじゃないですか。あれやってることは少ないんですけど、あれ実際検査基準のあれを言われるとすごく細かいんですよね。まあ、そういうことを考えると、いやこんな面倒、こんな細かくなってもいいんじゃないのとかね思ったりもするんですけど、まあ、どうは必要なんでしょうね。まあ、いろいろね考えさせられることはございますが、はい、さあそんな感じでとりあえずオイルあと入れて
これはキュッ。